陽介シャウト。どうも陽介です。今回はサム・スミス来日直前事前予習やっていきたいと思います。これまでグラミーやブリットアワード、オスカー、ゴールデングローブ賞など数々の受賞歴を誇るサム・スミスですが、彼のことを知らない、あるいは名前程度しか知らないという方でもヒット曲である Stay With Me という曲を聴いたらハッと思う方もいるんではないでしょうか。そこで今回のサム・スミス来日直前事前予習、今回の動画はこちらのチャプターの流れで進めてやっていきたいと思います。それでは備えあれば憂いなしということで早速やっていきましょう。ではまず来日公演の概要チェックしていきましょう。こちらクリエイティブマンによるサム・スミス来日公演の特設サイトですね。サム・スミスグロリア・ザ・ツアー、まず日程ですね。初日は大阪、10月11日水曜日、アスエアリーナ大阪、オープン18時スタート19時ですね。続いて関東、神奈川、横浜ですね。10月13日金曜日、K アリーナ横浜ですね。こちら横浜公演初日に関してはもうすでにソールドアウトになってますね。そして追加公演、10月14日土曜日、K アリーナ横浜、オープン16時半スタート18時ということで、今回は3公演ですね。各3公演それぞれオープンスタートの時刻が違いますのでご注意ください。ちなみにサムスミス過去の日本公演の履歴ですけれども、インザロンリーアワーツアーで2015年東京は11月に国立代々木競技場第一体育館、そして関西は神戸ワールド記念ホールですね。その次は2018年、ザ・スリル・オブ・イット・オールツアーで10月に埼玉スーパーアリーナで、関西は大阪城ホールですね。過去2回の来日はそれぞれキャパの大きな会場で2公演ずつですね。そしてこちらサムスミスのオフィシャルサイトのツアーデーツですけれども、こちらですね、大阪スーアリーナアリーナと K アリーナ横浜建設中になってますね。アジアツアーは日本に来る前は台北、そして日本での3公演を終えたら韓国、フィリピンと回る予定になってますね。続いてチケット価格、席種ですね。3公演それぞれ同じ価格になってます。ゴールド指定席が25,000円、 SS 指定席が16,000円、 S 指定席が14,000円、 A 指定席が12,000円になってますね。で、そのシートマップも見ていきましょう。こちら丸善インテックアリーナ大阪、旧名称になってますけれども、ゴールド席がこちら中央の前方ですね。で、それを囲うように SS 席、そしてサイドに S 席、そして最後列がこちら緑のブロック A 席ですね。続いて K アリーナ横浜、 K アリーナ横浜こういったレイアウトになってます。ゴールド席が前方最前列のブロックですね。そしてその後方に SS 席、そしてさらに後方に S 席、そして最後列がこちら緑のエリア A 席ですね。チケットはすでに一般発売発売しています。まだチケットをゲットしてない方はこちら各プレイガイドをチェックしてみてください。あとはこちら注意事項も記載ありますので、チケット転売の仲介サイトに関するご注意、新型コロナウイルス感染拡大防止ガイドラインなど、こちら各自でご覧になってみてください。以上が大まかな概要になります。会場ですが、今回は大阪と横浜公演ありますが、今回の横浜公演に関しては K アリーナ横浜の方は新しく新設された会場ということで、こちらをちょっと詳しく見ていきたいと思います。こちらは K アリーナ横浜のオフィシャルサイトですね。すごく立派なサイトになっています。もうかっこいいですね。こちら公演スケジュール、この K アリーナ横浜記念すべきこけら落としのアーティストは日本の地元横浜出身のゆずからスタートするということですね。昔は僕ら世代から上の世代は横浜のミュージックシーンといえば突っ張りロックンロール系のイメージありますけれども、今は横浜といえばゆずなんですよね。ゆず J リーグの横浜 F マリノスのテーマ曲も書いてますからね。そして10月こちらサムスミスもちゃんとね載ってます。ちなみにこのチャンネルの視聴者の皆さんが興味ありそうなアーティストは、こちら11月にデフレパード、モトリークルー、そして先日サマソニーにも出演して今人気のアーティスト、エイビッチなどの公演もありますね。すごいですね、エイビッチ。K アリーナ横浜であるんですね。一応このチャンネルではデフレパード、モトリークルーの来日直前事前予習、こちらは予定しておりますので、こちらもぜひ楽しみにしておいてください。続いて施設概要。こちらですが、K アリーナ横浜、こちらキャパシティ座席数23,300席ということで、めちゃくちゃ大きな会場ですね。階数地上9階、高さ45メートルということです。こちらフロアマップです。
これかっこいいですね、この絵。アリーナレベル1、アリーナデッキレベル3、外、レベル3、内、ロアースタンド、レベル4、レベル5、ミドルスタンド、レベル7、アッパースタンドということで、こちらレベル1、アリーナ席ですね。ステージ真ん前で一番まあいい席ですね。まあ、こちらがゴールドの席になるんですかね。こちらレベル3、アリーナデッキですね。レベル3のロアースタンド。こちらがレベル4ですね。こちらレベル5、ミドルスタンドになってます。こちらがレベル7、アッパースタンド。こちらですね。オフィシャルサイトでもシートマップ見れますので、見ていきましょう。ああ、もうこれ、アリーナのレベル1のシートマップですけども、これわかりやすいですね。もうチケットがお手元に届いている方、自分がどこの席なのかというのは、こちらを見ると大体わかるような仕様になってますね。レベル3、レベル5、ミドルスタンド、レベル7のアッパースタンド、こちらですね。こちら PDF で開くこともできますね。こちらのオフィシャルサイトを見る限り、K アリーナ横浜、相当いい会場な感じがしますね。行ってみたいですね。続いてアクセスですね。こちら、わかりやすい地図載ってます。最寄り駅としては横浜駅、新高島駅、港未来駅。まあ、横浜駅からも徒歩9分と歩ける距離ですけれども、僕も横浜駅周辺は結構ライブ見に行ったり、買い物に行ったり、遊びに行ってたのでわかるんですけれども、横浜駅構内って結構わちゃわちゃしているので、初めて来る方とかは結構わかりにくいかもしれないので、新高島駅からだと徒歩5分となっているので、こちらの方がわかりやすいかもしれないですね。ちなみに遠方から見に来られる方のために終電時刻なども見ていきたいと思いますが、大阪公園、平日の新幹線、新大阪駅から東京方面、終電は21時24分発、博多方面は終電21時23分発ということで、19時開演で仮に2時間のショートを考えて帰省退場等などの時間ロスも考えると、遠方の方は日帰りはちょっと難しいと思います。遠方から見に行かれる方はライブ当日と翌日はお仕事や学校などは休暇を取って、大阪市内で宿泊するのがベストだと思います。横浜公園を遠方から見に行かれるという方は、新横浜から終電大阪方面ですね、21時42分発が最終になってますので、横浜2日目の追加公演に関しては土曜日ということでスタートが18時なので、遠方からでも日帰りできるかもしれませんが、まあ、当日何があるか分かりませんからね。トラブル等で開演時間をしたりするとか、他にも災害ですとか、あと新横浜は他にも横浜アリーナや日産スタジアムとかもありますので、他のイベントとか重なったりすると人混みで混雑する場合もありますので、せっかく土曜日で翌日は日曜日ですので、横浜に宿泊して横浜観光も兼ねて見に行かれた方がいいんじゃないかなというふうに思います。続いて今回の来日公演に備えて直近のセットリストを参考にセットリスト分析やっていきたいと思います。まずは今回のグロリアツアーの初期のセットリストをですね、2023年4月12日初日になるのかな、こちらのセットリストをご覧ください。こちらイングランドでのセットリストになりますが、3部構成で全22曲とお腹いっぱいのセットリストになってますね。1曲目はいきなり Stay With Me から始まるんですね。続いて今度こちらは現時点での最新のセットリスト、2023年8月28日のセットリストをご覧ください。こちらはアメリカサンフランシスコでのセットリストになりますが、こちらは全21曲です。こちらは3部構成になっていませんが、ちょっとこれは単に表記はこのようになっているだけで、実際はちょっとわかりません。3部構成だったのかもしれません。資料的な問題だと捉えていただければ結構です。ということで基本アンコールはないというか、アクト3がアンコールの位置づけになるというか、そういったスタイルなんでしょうかね。他の公演日のセットリストもざっくり調べましたが、ところどころに日替わり曲というか若干の違いはあれど、ほぼほぼ固定されていますので、こちらのセットリストの流れをイメージして臨んでいけば良いのではないかと思います。あとライブご覧になられた後にコメント欄に感想などコメント残していただけますと、他の会場やライブをご覧になられた他の方とも情報を共有することもできますので、コメント欄もどうぞ活用してください。ここからはライブに向け予習として引き込むべき作品いくつか紹介していきたいと思います。まずはツアースタッツをご覧ください。こちらがツアースタッツ。こちら現段階で今回のツアーでどのアルバムからどの曲を何回演奏されたかというのを集計したものです。こちらカッコの中の数字が演奏された回数ですね。今回のグロリアツアーはタイトル通り最新アルバムグロリアを携えてのツアーになるのですが、グロリアからは6曲
ですね。他は In the Lonely Hour、 こちらからも6曲と多いですね。ですのでビギナーや中級者、あとは忙しくて全部のアルバム聴いてられないよという方は、このグロリアと In the Lonely Hour の2枚だけでもチェックしておくと効率よく予習できますね。あと今回厄介なのがカバー曲やコラボ曲が結構多いんですよね。カバー曲なんかはマドンナやドナ様などのね曲も選曲されたりして、面白い選曲だったりしてますけれども、これらの楽曲、コラボ曲などはシングルリリースされていたり、あとライブアルバムに収録されている曲もありますし、ダンシング・ウィザ・ストレンジャーなんかはサブスクだとグロリアのボーナスで収録されていたりもしますので、そこでチェックもできますね。あとアルバム未収録曲とかに関してはもう YouTube とかで動画を探すような感じになりますかね。ということで今回はサム・スミス来日直前事前予習でした。実際にライブへ足を運ばれるという方は今回の動画を参考に当日ライブ楽しんできてください。それではまた。